ちは。こんにちは。PRZ さん。はい。取材。こんにちは、ブロガーの翔です。ああどうもどうもどうも、さすが早いですね。すごいおにぎわいですね。おにぎわいで、うん、こんな混むと思わなかった。同じくです取材に来ました。さすが早いですね。ちょっと見せてもらってよろしいですか。ここどういう施設、そもそもシェアスペース。シェアスペース、シェアスペースだから、まあ百貨店みたいな、ね、百貨店みたいな。ダメ、ダメじゃないけど。なんで、まあ、全然シェアスペース で僕は一応ここの、まあ、大家さんから借りて、うん、場と仕組みを作ったオーナーという立場で。じゃあ絡んでるじゃないですか。しっかり絡んでるじゃないですか。あの創業のコーヒー屋さんと、まあ、それぞれ社長さんとかね、それぞれ別のお店屋さん、あ、別のお店がシェアして入ってるんだ。いいね、子供はなんか楽しそうでね。で、僕の奥までその感じを作ったかったんです。素敵なカフェだけはあるし、カフェだけの場はあるけど、うん、でも、街とか社会にもっと融合するべきだし、うん、そう、なんかそういうところで子供たちが地元の思い出だったり、うん、大人とか、まあ、親とか先生じゃない大人たちと触れ合うことで、とってもいい暮らしになるんじゃないかなと思って。下野市ってすごいね。いやー、なかなかここまでできませんよ。いやちょうどあの天菊は天菊で公園をどうやって楽しんでいくか、で吉田で農業をどうやって新しい発信をしていくか、で、まあ、地元の石橋町中ではこうやっていろんな人たちが混じり合って、うん、でここでの思い出とか時間をなんか一緒に過ごせれば戻ってくるかなと思って。戻ってくるよね、うん、だからこの子たちが今度その辺に、うん、ちょっと隣で入って、ずっといられるのと。じゃあ毎回毎回出店するお店が変わるってことですね。そうそうそう、でも、コーヒー屋さんと駄菓子屋さんは常設、あ、コーヒー屋さんと駄菓子屋さんは常設なんだ。休みの日はいろんな人が入ったり、うん、あとこうやってイベントみたいな形で、うん、ちょっと見せてもらおう。それ真ん中に。すいません、足元。はい。こんにちは。見ていいですか。どうぞどうぞ。これは何を？今日はこの百目作りと、おお、かわいい。鍋黄乳洞作りができます。おお、なるほど、これは子ども喜ぶわ。へえ、いくらでできるんです？2つ1000円です。おお、微妙。子どもにしては微妙かも。でも親が払えば大丈夫か。この緑とかがね、見てるとやっぱりリアルな感じになるので。なるほど、はい、わかりました。こっちはアクセサリーですか。こんにちは。いい、あ、すごい。これは焼いてっていうか、レジンって言って、あの初めは液体なんです。んで、それを LED ライトとか UV ライトで照射して固めるんです。だから液体のものをこういうシリコンの型に流し込むんですよ、うん、で、このなんだろう、ライトで固めるの。そうです。
僕の子供の頃オーブンレンジじゃないやトースターとかじゃないと固まんなかったよね。あ、それはプラ版ですよね。プラ版で、うん、クシクシュってオーブントースターで焼き方、焼いて縮めてみたいな。そうそうそう。そうじゃなくて今液体でシリコンのモールに入れて照射するんです。ライトで。時代が違うんだねもうね。そうなんです。この辺も全部そのクマさん の、その型があったり肉球の型があったり、うん、でもともと本当こういう透明なんですよ、うん、でそれを着色剤っていうのと混ぜていろんな本当色にできちゃうんです。うん、でもちろんこういう風にキラキラを入れることもできるし液体なので、うん、そうなんです。なるほど。自由自在にこういったものも全部すげーリアル。ゲームボーイで。そうなんだ。そうなんです。でこうやって液体も入れることができちゃうんですよ。液体を。あ、本当だ。でサラサラの精製水も大丈夫ですしベビーオイルみたいなのでトロッと動かすこともできる。で今日はワークショップでこういった感じで、アルファベットで好きなチャームを自分でご自身でお名前でもいいですし言葉でもいいですしこっちにあるのでアルファベット。あ、これで作れるんだ。そうなんです。わかりました。はい、これは一覧です。あ、はいはいはい。こんにちは。音楽とか映画とか人だとかに繋がらせてもらったりとか。コーヒー屋さんは毎日やってるんですか？木曜日以外はやってます。営業時間は？営業時間は10時から8時までです。わかりました。はい、はい。やばいやつ。こんにちは。わかります？あれ、肉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 、ほら。もうできますか？はい。一番人気は何です？一番人気は、トマトがいいかなと思うんですけど、はい、トマトとハーブのモッツァレラサンド。はい、じゃあそれお願いします。これいくら？500円？はい、500円。おーい、おーい、ありがとうございます。玉ねぎ、玉ねぎを入れして大丈夫ですか？はい、大丈夫です。お願いします。普段はどこでやってるんです？普段は、鹿沼市出身なんで平日とか鹿沼でやってるんですけど、はいはいはい、イベントとかマルシェとか土日とかの
こうイベントに出させていただいて、はい、いろいろ栃木県を回っているって感じですか。お近くなんですか。そうです。今ここ下野で出勤するのが初めてで、うん、そう、なかなかいい機会に出展したと思いますよ。ありがとうございます。食べ歩きの袋でお願いします。了解しました。ありがとうございます。もう少々お待ちください。はい、はい、500円お預かりしますね、はい、ありがとうございます。すごいですねこれ。ありがとうございます。これを入れちゃいますね。はい、お待たせしました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、宣伝しときます。パディさんね。はい、わかりました。はい、今日のイベントっていうか、ここはなんて名前。これはシェアスペースウェル、 WEL ウェルっていう。シェアスペースウェル、はい、書いてないし。あ、そっか、ウェルって。ウェル、ちょうどここ。野望はウェル。あ、これこれ。あ、シェアスペースウェル。はい、よかった。はい、ありがとう。ありがとうございます。あー、すいません。あー、ありがとうございます。今食べ物かと思ったんだけど、綿菓子だから、綿菓子だからちょっとねみたいな。可愛いんだけど、パンが大好きで、特にサンドイッチとか焼いてあるパンとか大好きだから、危険すぎるよ。あ、そうなんですか。何買ったんです。ミックス犬で、うん、なんだっけ、なんだっけ、マルチーズと、うん、トイプードルの。マルプーです。今、車にいます。あれはまあ、今日はね、汚れちゃうから出さないのね。絶対お前狙ってるよ。そう、それ大好きなんだよ。ごめんね。めっちゃ狙ってる。ねえ、焼きサンドだもん、食べたいやな。何ちゃんなんですか。何か。なんちゃん見ちゃって大きい ね、かっこいい。おとなしいな。ガラちゃん連れてくる。あ、かわいい、かわいい、かわいい。怖い、怖い。お前興味あるな。怖い。大丈夫だ、同じ色だから。めっちゃ震えてるけど。中まで
あれ怯えてる。もうすげえ震えてるよ。大丈夫だよ。ちょっと待って。大丈夫だよ。濡れちゃうから帰ります。お前それ食べ物だと思っただろ。それ食べられないよ。ね、はい、お名前は何ですか。ポムです。ポム、ポムちゃんだ。今 YouTube 撮ってます。でっかいなぁ。ありがとうございます。はい、どうもです。はい、